日刊現代、週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話で出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。はい、まずは告知からです。はい、はい、じゃあ私の方から。はい、はい、ですね、日曜日エリザベス女王杯当日の昼休みに、またZoom ウェビナーを使ってですね、有料会員限定で、有料会員競馬サイトのですね、有料会員限定で、現代競馬で直前生配信を、行います。今回の出演者はですね、東から飯島記者、西から、勝馬記者、この2人が、大激論をします。競馬場から、今回は関西の本市の弘中記者が、現場の様子を電話で伝えてくれますので、当日の勝負馬券など含めて情報盛りだくさんですので、ぜひ、見てください。今、現代競馬サイト月額550円なんですけど、今入っていただくと初月無料で、11月いっぱい無料ですので、この機会にぜひ、ご利用ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、当日はね、その直前の情報を、ね、ゲットしてみてください。ということで先週を振り返りましょうかね。武田さん、本当に振り返りたくない。そうですよね。まあ、アルゼンチン共和国会、はい、オーソリティ、強かったね。はい、強かったですね。まあ、私サンレーポケットだったんですが、あれうちじゃなくていいんじゃない、最後の進路取るのって思いながら見てました。まあ、うちは伸びなかったね。はい、そうですよね。はい、はい、ということで撃沈でした。はい、そしてで、まあ都ステークスよ。はい、クリンチャー。クリンチャーな、はい、強気な競馬したな。うん、なんか今まで勝てなかったのは何だったのっていうぐらい綺麗に勝ったなって感じですよね。うん、まあ勝負がけって感じだったね。うん、そうですね。まあそれに加え、比べて、はい、我が本命のベストタッチダウン、はい、どうしちゃったんですかね。うん、どうしちゃったんでしょうね。もう2週続けて、ね、ダノンキングリーからそうですよね、しんがり負けで、はい、もう語りたくないよあんまり。あ、まあそうですね。でも次の、ね、うん、フリップも、まあ、振り返りたいって感じですよ。アルゼンチン共和国杯についてですね。まあ、アルゼンチン共和国杯については、はい、後々考えたら、はい、うん、オーソリティのハンデ54って軽かったなと思って。っていうのは今までね、青馬賞を勝ってる馬で言えばレイブミストラルとか、あ、なるほど。で他の3、はい、今までの3歳馬で、スワーブリチャードだったら、まあ当時もダービー2着馬なんで56なんだけど、はい、うん、青馬賞を勝って G2 勝ってて54っていうのは、はい、あれ1キロ軽いなって、はい、あとあと気がついたんだよな。ね、でもやっぱりルメール騎手もうまかったのかなっていう気がします。うん、そのサンレーポケットをうちに進路を取ったことを考えると、なんか、うん、ねって思いました。まあ、騎手の差は大きいな。うん、はい、では続いて宮古ステークス振り返ることになっております。はい、まあ、宮古ステークスに関してはね、はい、まあクリンチャーが本当に勝ちに、ここを勝ちに来たっていう、うん、はい、まあその分の、まあ、代償を考えなきゃいけないかなと。うん、まあ、本番にはどうつながるかつながらないかというところですよね。うん、レース後の、はい、宮本調教師のコメントを、まあ、紙面にも載ったかな。うん、まあ、馬が本当にいつもよりはるかにヘロヘロだったっていう。うん、そうなるとはですね、理想、うん、はどうなるかっていうところもありますね。そうだから、ヘロヘロになるまで川田に追われたこと。はい、で川田ジョッキーって言えば当然クリソベリルの主戦だから、はいはい、相手に手の内見せちゃったってこと。そうですね、ちょっと代償は大きいかなっていう気はしましたね。はい、今までにない競馬が見られたのはまあ新鮮でしたけど、はい、やば
いですね、私たち、うん、ピンチですね、本当に。本当だよ。大谷記者一週休んで何か言うことありますか？特にないです。ルメール騎手がお見事だなと思いながら土日とも見てました。はい、はい、そうですよね。はい、まあ、なんかいつもなんかルメールのインタビュー聞いてさ。あ、そうですよ、本当ですよ、ね、多いですよね、やっぱり。土日どころかもうその前の週からルメールルメールルメールですからね。あ、ルメールも泣くんだななんてところから始まってね、で大半が水玉の勝負服でさ。そう、本当ですね。もう今週はって感じです。はい、ということで本命さん、あ、今週はエリザベス女王杯です。うん、はい、エリザベス女王杯、なんか珍しく大谷記者と和田す本命、はい、うん、結構珍しいですよね、うん、はい、珍しいですね、珍しいですよね。なのでまあとりあえず今週一面飾るということで大谷記者に語っていただきましょう。はい、どうぞ。はい、まあ、私武田さんと一緒でノームクは本命なんですけどね。まあ前回この放送でもやったんですけど、札幌記念の時も本命にしてまして、すごい、この時は2着ペルシアンナイトが抜けというちょっとドホホな結果だったわけなんですけど、まあその時に行ったんですけど、距離に関してですね、まずこの馬、4歳春になってマイルのビクトリアマイルを使いまして、でそこで一変していきなりレコード勝ち、うん、でまあもちろんこれでマイルの適性が高いんじゃないかって見るのはまあ普通のことだと思うんですね。そこから陣営も、6戦連続で戦力以下を使い続けて、はい、まあ、その後富士ステークスこそ G3 で相手、まあ、相手関係も楽だったのもあって勝ったんですけど、その後は G1 だとなかなか結果が出なかったということで、まあ、前走の札幌記念 2000m に距離を伸ばしてきたわけですね。まあ、もともと 2000m っていう距離は、シオンステークス、すごい強い内容で勝ってたし、はい、まあ、私の読みとしてはこのビクトリアマイルで勝った時はこれマイルがあったんじゃなくて、おそらく4歳春に迎えてこの馬の成長曲線と、たまたまこの距離短縮がマッチしただけで、距離よりもこの馬自身が本当に力をつけたことでマイルを克服して、強い勝ち方をしたんじゃないかというなれば、今充実、さらに充実してきている今ならもう本来の持ち場である、2000m 前後になれば、はい、さらに強い競馬ができるんじゃないかなという読みでしたね。まあ、決闘的に、ハービンジャー産駒で、妹はご存知の通り、先日の天皇賞ですか、はい、3着、したクロノジェネシスですね、宝塚記念も勝ちました、うん、まあややちょっと遅咲きの血統プラス距離は 2000m よりもあった方がいいかなぐらいの感じなので、はい、今回さらに一波乱伸びますが、むしろプラスかなとも思います。はい、はい、もう力関係に関してはもう前走で G1 馬ペルシアンナイトラッキーライラック相手に干渉してるわけだから、そうですね、もう言うまでもないと思いますし、はいはい、この内回りの 2200m っていう舞台も合うと思うんで、はい、ここはちょっと楽しみですね、うん、そうですよね。本当に札幌記念がこんなに強かったんだなっていうようなレースでしたもんね。はい、はい、やっぱもうポジション取りが楽でしたよね。マイルずっと使ってきて、はい、ちょっとスタート甘かったりで後ろになったりしてたんですけど、やっぱ2000m になると楽に中段で、まあ、折り合いもついてたんで、はいはい、競馬しやすいと思います。はい、武田さんはプラスということで、今週はこの辺で。いやじゃあ武田さんのさ推薦理由っていうか推奨理由っていうかさ、だいぶほとんど話されちゃった感じですか、喋、うん、られちゃった感じですか、ね、喋りすぎちゃいました。いや、まあ、まずね、うん、今年のメンバーさ、前走道悪ってのが本当に多いんだよね。ああ、なるほど、はい、そうですね、確かに多いですね、多いですね、はい、もう前走両馬場だったの3頭しかいないのよ。本当ですね、はい、まあ道悪
だったら必ず大きなダメージがあって両馬場だったらないのかってそういう話ではもちろんないんだけど、まあ今年阪神開催、阪神開催っていうとまあ当然な内回り、例年の京都外回り、でも言うほど直線の長さって変わんないのよ。何メーターぐらい違うと思う？どれぐらいですか？実は50メーター程度なの。あ、そんなもんか。そんなにね、大間さんが走る距離としてはもうそんな大したことないですよね、はい、外回りと内回りっていったら同じ競馬場で比べたらものすごい差があるように感じるけど、まあ実際そこをね、あの意識するより考えたのはもう先週ファンタジーステークスで1分20秒1かな、1400メートル2歳レコード出ました、まあ今週も天気がいいと、まあ高速決着になるだろうなと、まあスピードの持続力ですね、もうそういう競馬に強い馬、となるとまずはノームコアでしょうと、もう先ほども話してたビクトリアマイルのハイレコード、1分30秒1だったかな、5ですね、 5です5、はい、という時計だとか、これもまあさっき大谷記者から話してたシオンステークス 2000m1 分58秒0、これまあ開幕週だよね。そういう時計勝負にめっちゃ強いのがこの馬であり、で相手関係からも考えて、まあ札幌記念で実際ラッキーライラックを任しているということで、まあ安田記念は何て言ったってグランアレグリアにアーモンドアイと、まあもう今本当に日本のツートップ、もうカテゴリーとりあえずねもう全部取っ払ってね、もちろんここに3歳馬もこれから加わってくるんだけど、まあこの春の時点ではもう本当にツートップだよね、そうですね、の4着という感じですし、でもう一番人気勝たんやろと、そろ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 ね、まあ3週連続で断然の人気の馬たちが勝ってきましたからね。スプリンターズステークスから数えて一番人気現在 G1 で4連勝なのよ、過去に ね、もう長いあの国内 G1 の歴史、ちょっと一番人気の成績全部調べてみたら、まあ、5連勝って1回あるんだわ、は1回あったんだけど本当にまあ1回しかなくて、4連勝が3回かな。そろそろ止まるとしたらまあここかなと、まあラッキーダイラックがおそらくちょっとね、18番に行ったっていうのは誤算ではありましたけど、まあこれが一番人気だろうなっていうのを主軸に考えたんだけどね。なるほど。これが宝塚記念の時だったら8枠、もう絶対にいいって言ったでしょ、高速馬場の8枠っていうのは逆に絶対的なマイナスだから、そういうのも考えて、まあ前回札幌記念でノームコアが先着しているし、まあノームコアの方を上位に取りました、まあラッキーライラック はもうね、これも昨年大谷記者と本命一緒なんだよね、そうでしたね、なぜかこのレース一致するな、なぜかここだけな感じですよね、そうここだけだイメージとしては、だって今回対抗も2人ともラッキーライラック、ね、そうですね、で、まああと以下ラブズオンリーユー、っていうことになるんだろうけど、もう馬券はもう毎回ね、シンプルイズベスト、投資効率重視、もうノームコアの単勝ってのが一番妙味があるんじゃないかなと、もう相手ごちゃごちゃ買うよりね、はい、単勝5000、ということですね、もう少なくても3歳馬に負けることはないんじゃないかなとは見てます、はい、大谷さんも武田さんも本命はノームコアということでした、そして私なんですが、私はその逆です。ラッキーライラックを本命にして、馬単でラッキーライラックから、5番のリアアメリア、6番のノームコア、そして8番の、
センテリオ、11番の、ラブズオンリーユーと13番のサラキア、そしてあのやっぱりねノームコアもあの怖いと思ったので、うん、裏6番のノームコアから、リアアメリアとラッキーライラック、こちらにしました、うん、はい、もうそろそろ本当に当てたいなと思いますね。ね。ねって俺はまだ1回当たってるからってメクソ鼻クソだからやめましょう。そうそうそうですね、はい、ということで、私はラッキーライラック本命で馬券の方を披露させていただきました、まあ、どういったね皆さんの参考の仕方はどうなるか分かりませんがね、あの目黒さんがラッキーライラックなんだったら切ろうかなっていう方でもね いるかもしれませんし、まあ1万人ぐらいいるかもな。だいぶいますね。まあでもあのいい参考にしてあのぜひ馬券を当てていただければと思います。ラッキーライラックの人気が下がっちゃうじゃない。あら、そしたら馬券的に美味しくなるからいいわ。むしろ、はい、ぜひ皆さん頑張って当ててくださいということで、今週はこの辺で失礼いたします。頑張ってください。さようなら。